おごいそう、わごいそう、プーさん。はい、ゆうじです。ゆうです。ダブルゆうです。よろしくお願いします。始まりましたよ、はい、このコーナー。ここはどこでしょうか。ここ私もわかりません。これどこですか。ここは1号線の古村駅という駅なんですけど、古村駅南波ドンの近くですね。南波ドンから一つ二ついた駅なんですけど、はいはい、今日ここに来た理由はカンチョンムナマウという、あ、うん、すごく綺麗な町、うん、村として有名なんですけど、はいはい、まあ、南波ドンからも行けるんですけど、よくその観光ブックにはツトン駅からの行き方が載ってるので、今日はこの駅からどういう風に行けば行けるのかを、はい、まあ、今から伝えられるかなと思います。とりあえず6番出口か。そうです、6番出口出発です。じゃあ今から早速案内していきたいと思います。レッツゴー。アクセス、地下鉄1号線都村駅下車、6番出口から徒歩2分、釜山大学校病院がんセンター前のマウルバスのバス停に到着します。そこでサハ1、ソグ2、ソグ2の2に乗り約10分、7個目の駅環状小学校駅で降りると、そこがカムチョムナマウルの入り口になります。これそう、これの一番上の、はい、サーハー1の1、1の1とソグの2と、うん、ソグの2の2、あ、来ました、これこれです。1の1です。いやせんよ。現金はここに入れます。どこで降りるの。カンジョン初等学校っていうカンジョン小学校で降りるんやけど、はいはいはい、そのあの駅から7校ぐらいかな、あのバス停からね、うん、あ、バス停から7校ぐらい、うん、よく聞いてカンジョン初等学校です。数えればいいと思う。まあそうですね、7個です、うん、でも見たらまあ観光地だから、うん、あの景色見ても分かると思うんですけど、分かるかな、うん、そうそう。運賃はいくらでしたか。運賃はね、1000円でした。あ、1000ウォンか、1000ウォンですね。でもし交通カードを持ってる人は900ウォン安いよ。交通カード持ってる、うんうん、そうですね。乗り換えとかした時に、あ、横の横にもモールバスが。この韓国の村バスのすごいところは、この細い道を2台すれ違ってしまうという、そういうスリルもあるんですよね。そうなんですか。そう、私それ楽しみでこっちの窓際に座ってるの、ね、いつも。あ、ここです、見ましたね。ここで降ります。横に見れば、うん、あのカムチョンカリチョビレッジ、カムチョンムナマール書いてますので、ここで降りましょう。本当だ、気をつけて。でも座ってこれてよかったね、うんうん、こんなに人が今日は多くなかった。朝やからね、うん、おお、降りましょう。降りますか。はい、降りましょう。釜山にだー到着しました。ここがカムチョムナマウルの入り口です、はい、ここから今日スタートするわけです。なるほどね、はい、まあそんなにかからなかったんじゃないですか。すぐだと思う。5分くらいかな、うん、それくらい。カムチョムナマウルの、まあ、見どころというのは、あの朝鮮戦争の時に逃げてきた、まあ、人たちが住んだところ、集落をめっちゃ可愛くペイントして、それが今では釜山のマチュピチュと言われるぐらい有名な観光地になったんです。ここがカムチョムナマウル入り口ゲートです。あれ、カムチョムナマウル中を入っていけば、もう綺麗で可愛い街並みが待っています。ピョーン、入りました。どうですか、はい、気分は。空気が違う気がしますね。いやね、私もそう思いました。ケイジ、これ見て、はい、こっちにカンチョムナマウルの案内センターがあるんですけど、はいはい、ここではスタンプラリーを買うことができるんです。スタンプラリーがあるんですか。ここにあるね、シーズン販売2000ウォンの200円くらいで、この中に入ればいろんなところでスタンプを
押せるんですけど、それを全部集めれば最後素敵な商品がもらえる。じゃあ僕たちもゲットしましょうよ。これやっちゃう。あ、ゲットしましょう。紙ちょっともらいに行ってみようか。はい、ブラリーだけじゃなかったね、ちゃんと。しかも日本語バージョンがあって安心です。日本語バージョンなんですよ、見てください、ね、ちゃんと天川文化村って書くんやね、スタンプラリー。で、後ろこうやって見るとスタンプラリーになって、いいですね、これで。なんか目標達成したね、これ最後までやる気がメラメラ家の壁に家が書いてあります、うん、家が書いてあって、これ多分神田のマウルの絵か。お、ここはなんだ、小さい博物館と書いてあります。文化ブランドパウレットに書いてるんだよ。50、60、70、80と、うん、年表。さすが80年からカラーやで。80年代後半で2009年。2010年。なんだなんだ、色が12年。見てこれ、日本と一緒、ポケベルみたいな。うまやん。カムチョムナマール、今回紹介しましたカムチョムナマールは、明るい色のアートな家々が並ぶ美しい街並みで、韓国プサンの中で有数の観光スポットとして有名です。しかし一方で、このスポットは文化的な側面を持ちます。カムチョムナマールは観光地としてこの集落を作ったのではなく、朝鮮戦争という歴史的背景とともに地域の地形的特性によって造成された村です。朝鮮戦争当時の困難な生活の地から始まって、現在に至るまで民族近代史の足跡と記録をそのまま収めています。後ろの家が隠れないように斜面に並んだ家々は、お互いを配慮しながら体を寄せ合って生きる民族文化の原型と伝統を保存している村となっています。ハテイテヤグハタグハトクハナムうちの色づりがいるだけにボカタンだよ。あ、どうする、これポテト食べて、ポテト、いや、美味しそうに食べんな。うまい、うん、あったかい、うまいよ。韓国人の方がいらっしゃったので一度インタビューしてみたいと思います。ウルサンという地域から来られたそう、同窓会があって今日は来られたんです。いいお嬢さん、いいです。乗るせよくれてありがとうございました。これからもプサンの情報もどんどん発信していきます。ではしてくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。